そるかもしれねえの意地と度胸の体当たり喉が裂けても潰れても花の分知るかくも こんばんは。ようこそコマ劇場にご来場いただきましてありがとうございます。後ろの方に45という数字が出ております。皆さんに支えていただいた北島三郎も歌手になって今年おかげで45年を迎えることができました。お芝居の後はいよいよ歌が本職です。いっぱい歌いますからどうぞ最後までよろしくお付き合いのほどお願いします。私は人生を歌った歌がたくさんあります。中から3つほど組んでみました。こんな歌を。まずは年輪から参ります。年輪を重ねて人生があります。長い人生にはまたいろんなことがありますが、たった一度の人生を花にするのも我慢なら山にするのもまた我慢。さあ今度は山でございます。平和しい山に登ってみたい。自分の道を極めたい。それは男の見果てぬ夢か。山に登ればその山の向こうに待っている山の深さを知るばかり。山に登ればその山のもう一つ向こうにまた山が。人生そんなもんでしょうか。さあ受けた恩義は忘れちゃいけません。山の後は川でございます。
よどみもあれば他人もある義理の重さを忘れたら沈むだろう黙って男は川になる昭和42年頃から私は映画も40本ぐらい出させていただいたんですけれども、まあ、ほとんど任侠映画ですね。それでは任侠の歌を3つほどこれもまとめてみました。久しぶりに関東流れ歌から。今からちょうど20年になりますから、この映画にも出させていただいて主題歌も歌わせていただきました。さあ、神奈川水光殿です。血を引く兄弟よりも固いちぎりの義兄弟、おなじみ兄弟仁義。俺の目を見ろ、何も言う。
いなきゃ世間の目は覚めぬ。だいたい普通はね、40年に一遍だよ、サブちゃん。花が咲くのが。それが長いやつだったら120年に一遍かな。花が咲いたら竹の一生は終わるんだよって、こう言われたんですよ。いやー、何か感じるもんがありましたな。竹は節目節目で伸びていきます。ならば人生も焦らずに、ひくひくと行けばいいじゃないですか。竹でございます。降る日も雨の日も竹は節目で伸びてゆく。人もまた己が道の一里塚確かめながら行けばいい。そこに出会いも彩りも粛々と行けばいい。焦らずの人生は粛々といけばいいんですけれども、もう一つ大事な言葉、人生ってのはやっぱり下っちゃダメなんですな。いくつになっても人生は上り坂です。いつかおふくろいどうには福が来る。人には寄り添い馬には乗ってみよう。あっても苦労なくても苦労、そんなもんだよ人生は。いくつになってもなっても上り坂。私はいつもこんな自分を産んでくれたおふくろに感謝をしてます。私はいつもこんな男に育ててくれた親父に感謝をしてます。やっぱり親はでっかいですな。親父です。親父と山でかい山だ。おの山々とは越えられぬ。吹雪の港で握手した分厚い手のひら、苦労の証元気でい
やれよとあの目に涙。親父優しさありがとう。もう幕が開いてから歌謡師はダーッと歌続けてきました。45年間もなく歌った歌が500曲になろうとしてます。去年でした。友達がね、いやーサブちゃん俺の歌作ってくれたみたいでありがたいな、俺さ60歳になったんだわってこう言われたんです。60、私も何年か前に過ぎました。還暦は今年お迎えになった方もいらっしゃるでしょう。いや、これから迎えられる方もいらっしゃるでしょう。よく昔からありますめでたいことの一つでございます。さあ還暦を聞いていただきます。若き時代よ今振り返り歩き続けたこの道は山谷ありの茨道。お前と共に分かち合い生きてる節目の人生今ここに還暦よ。重ねて我慢の坂を幾度止まったこともある。人生苦労まだ半ば、再び共に確かめて人生今ここに還暦よ。今日よりも明日へ、去年よりも今年、今年よりも来年へと皆様方に支えていただいて北島は45年迎えたわけですけれども、まあ一つの通過点です。これからもまた大きなお力を拝借しながら北島は変わらずに風雪流れ旅を続けてまいりますのでよろしくお願いします。破れ一重に三味線だけは寄されと雪が降る。牧野の十六短い指息を吹きかけ越えてきた。
言われますものは聞くたびに鮮やかな感動を覚えるようであります。歌謡界の第一にその根をしっかりと下ろし、花を咲かせそして実らせ、今確実に刻む45年の足跡。改めまして、駒劇場お出かけをくださいましたサブちゃんファンの皆さん、ようこそお越しをくださいました。駒の舞台も振り返れば昭和43年に初めて踏ませていただいて以来37年間連続という、もうこの記録はおそらく終生誰にも破ることのできない、ありがとうございます。終わりなき道を天命として、今年も元気いっぱい生きがいの中で舞台を務める我らがサブちゃんでありますが、さあここで先ほどから息もぴったりな演奏で歌謡ショーを支えてくれておりますかけがえのない仕事仲間が今日も元気にひときわ美しく勢ぞろいをいたしました。サブちゃんご自慢の音の仲間たち、その名もサウンドビクトリー。ありがとうございます。さあ芸道45年、豊かな活力に満ち溢れて今ここに生かされていることの嬉しさとありがたさ、思えば昭和40年、星野哲郎、島津信夫、歌北島三郎、この名トリオによってふるさと北海道に錦を飾った、これが一シリーズの第1話でありました。函館の秘湯、日が暮れるから早く帰ろうかななんて呼んでる、そんなのどかな田園風景はさあ
おなじみですな、与作でございます。与作は木を切る、へいへいほ、へいへいほ、こだまは帰るよ、へいへいほ、へいへいほ、女房は花を折る、トントントン、トントントン、気立てのいい子だよ、トントントン、トントントン。与作よ与作、もう日が暮れる、与作よ与作、ありがとうございます。今年は何べんも言うようですけども、45周年一つの区切りなもんですから、いつもの年よりも歌がいっぱい出ております。ですからぜひ楽しみにしていただきたいと思いますけど、まずね、元旦に出した歌なんです。男はやっぱり今日より明日へって、男の明日にという元旦に出した歌から一つ聴いていただきたいと思います。
これが一応第一弾としまして元旦に出した歌です。そして第二弾が先月25日に発売になりました。評判がいいのよ。おかげで売れております。男の臭さと言いますか、男のひょっとしたら色気と言いますか、男の強さ、そんなのを感じる歌です。路地の雨という第2弾聴いていただきます。傘を差し出すお前の涙が俺の肩先ぽつりと濡らす。惚れていやこそ連れてはいけぬ。バカな男の強がりを泣いて恨むか、泣いて恨むか、路地の雨。酒に心から負ける、なんでお前を忘れるものか。せめて幸せ背中で祈り、闇に糸引く、闇に糸引く、路地の雨。この路地の雨が第二弾、ありがとうございます。評判いいんだわ。で、この3月に入りましてから、さっき舞台でやったお芝居の主題歌「はぐれ傘」とかね、これもまあ一応出てるんですけども、このままでいくとどん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 出ますから、まあ皆さん必ず買ってちょうだい。やっぱりね、いつも思います。この私たちは、私はもう演歌一筋だと言ってくるんですが、演歌ってやっぱり詩なんですよね。すごいいい詩の中にいいメロディーがついて、それを頑張って歌うのが歌い手の仕事なんですけども、それと歌にやっぱりお客様のこの批評の仕方というか表現の仕方が面白いですな。この間言われたの、サブちゃんお前の歌聞いてるとよ、なんかへその緒を感じるんだよって。えっ、へその緒は命だぞサブちゃん、へその緒は親子だよって言われた。なるほどね、親子の絆を歌った歌もあります。この歌もへその緒を感じる歌になりましたかな。それでは今度は橋であります。この世にはには見えない橋がある。親子をつなぐ橋がある。生えば立て、立てば夢と大事に育て、親から旅立つ
日が来ても一生忘れぬ橋があるさんがいるとすぐ乗せられちゃってだんだん力入ってきちゃう。今度の歌はねちょっと皆さんには馴染みがないと思いますけれども、まあ自分で作って言うのもなんですが、いい歌なのよ。題名だけでも覚えてくださればいいな。はい、それでは風の坂道という歌でございます。這いつくばって登るやつ、人の生き様この坂道は映し出すのさ、試すのさ、負けてたまるか、男坂。欲しいからこらえて今は行くだけさ、変わる季節もこの俺を待ってる花と風、命燃やして
元小坂もう心当たりがてっぺんかななんて思ってさ、その気になってちょっと横向いたら何のことないまだ半ばなんですね。だから45周年つっても半ばでございます。山に例えて言うと半ばは峠ということになりますな。皆さん、どなたも誰しもがいずれはてっぺんをと毎日頑張ってるわけです。私も頑張ってます。それでは峠を越えてまいります。峠よろしく。ここで今ら
私は今マッシュマルから降りてきました。マシューマルは今は動きません。でも歌手を目指した昭和30年にはマシューマルは動いてました。羊蹄丸、それから昭和29年に台風15号でこうひっくり返っちゃいましたな、東亜丸もありました。北の大地北海道を後にしてふるさとを�捨てたのが昭和30年。でも忘れたことは一遍もないんです。その時に歌手を目指して乗った船がマシュー丸なんです。函館の駅マシュー丸、駅から桟橋は私にとっては終着駅は始発駅となりますかね。マシューマルで青森までは約4時間半かかったんですね。そして今回転トンネルできちゃったから30分足らずで着いちゃうんですけども、青森から東京の上野まででした。当時は14時間ほどかかりましたかね。歌手を夢見て東京へ来て、やっぱり生活もしなきゃなんない、学費もなんとかしなきゃなんない、アルバイトを探しました。新聞広告に歌手募集という欄を見て入ったのが、これが夜の渋谷の裏町でした。雨の日がありました。雪の夜もありました。路地から路地のれんかき分けながら、こんばんは旦那、一曲お願いします。入った家業は流しの家業です。雨の裏町とぼとぼと俺は流しのギター弾き、おへなつって てめえギター一つの渡り鳥にござんす。長坂手を振って花の都へ来てから5年、トントン抜き目の出ぬ俺さ、渋谷の街で丸6年間3曲100円でした。おめえさ、東京へ流しなんかやるに行ったんじゃねえだろう。いつまでも流しなんかやってていいのか、帰ってこいよって親父からお叱りの手紙が来ました。今後ろに映ってます。右が私の親父と左がおふくろ、真ん中私ですが。今こそ写真は笑ってますけど、この親父も旅立って今年で
7年、7年になります。90で頑張ってたんですけどね、この頃ね、やっぱり血ですかね、血統ですかね、だんだん俺親父に似てきちゃってさ、この間街歩いてガラスにポッと俺が映って、あれ親父じゃねえかなって思わず間違いそうになりました。でも嬉しくなった、またそれが誇りにも思いました。どの辺が似てっかって、え、この辺よ、親父の背中。今私と写った写真、親父の目はじっと私を見てましたな。なんかね、親父は旅立って7年、こういくつになってもやっぱり親父のことをこう浮かぶんですけどもね、まあ、あのうちの親父っていうのは頑固でね、まあおふくろもっつったらなんですけども、実は今あ写ってますね、おふくろ。あ、俺いい男だね、しかしおふくろはもう旅立って20何年になります。だから先にね、おふくろが旅立ってるもんだから、親父ずっと一人ぼっちで来たんですね。で、今の歌作った時もね、親父に聞かせたら、おめえいい歌だな、いや母さんに聞かせてやりたかったなって親父言った。だから口にはあんまり出さなかったけれども、本当は親父は一人ぼっちになってずっと寂しかったんだね。話し相手にもなれなかったしさ、どこへも連れて行ってやることができなかったしさ、そんな親父に今でもすまないなといつも思ってんの。でもすまないというとやっぱりおふくろかな。おふくろはいっぱい苦労を背負って、それも私たち子供には見せずにいつもニコニコしながら頑張ってきた。子宮がんで68でおふくろが旅立ちました、はい、ですからこの年になってもそんな頑張ってたおふくろがここに浮かんできます。忘れられません、恋しいです。澄み切った夜空に光る星を見た時にいつも思う、ああ、あの星は母さんだ、明日の行くよ空からでいい母さん、できたらいつまでも俺たちを見守ってほしい。おふくろ恋しさに、おふくろにもこんな歌を作ってみました。心の母は北斗星という歌でございます。
しさ。失くした時はあの手のぬくもり叱ってくれる心の母は俺の北斗星。こんなおふくろとこんな親父の間に昭和11年10月4日に自分は生まれました。親父とおふくろのおかげで今日があります。そして今ここに写ってる写真は今度は北島三郎という歌手を生んでくれたお二人です。右がちょっと若い作詞家星野哲郎さんです。真ん中は私の師匠さん作曲家船村徹先生です。左は俺最初に星野先生と会った時に、いやあんたは北海道ぴったしだ、なんか北の海の潮の匂いがした、だからゴムのカッパに染み通る、どうせおいらはヤンシューカモメという詩ができた、これに名曲をつけていただいて今日北島三郎があります。忘れてはいけない忘れられない歌はさあ涙船です。ほんのわずかですけれども45年を振り返って今ここに降りてきたこの幕は、この絵はもうお分かりだと思います。函館山からご覧になった函館の夜景でございます。ちょっとご覧になっていただければなお幸せです。ここに北島三郎記念館があります。まあ、一遍また機会があったら行ってみてください。この記念館沿いにずっと函館湾を海沿いに回っていきますと約1時間ぐらい行きますと上磯郡支流地町という半農半業の小さな町があります。ここが私の里でございます。そこに親父とおふくろが今も安らかに眠ってます。だから夏にはまた帰ろうかな。国のおふくろ頼りじゃ
元気だけど気になるやり親と帰ろうかな帰るのよそかな今年は船が出るか出ねえかってみんな心配してるぞ。やっぱり俺たち漁師は出なきゃな。場所は北の漁場だ。
Yeah.